まあ、失点数というのは両チームともに少なく、特に鳥栖はまだ今シーズン複数失点ないんですけれども、あとは2点目がどう取れるかですね。そういうことですね。この F マリノスではアカデミーグループダイレクターで、エリートリーグで指揮を取っていました。キックオフの笛が吹かれています。前半は左にエンド、移籍先でもうまくねヒットしましたよね。はい、ここはマルコ・ジュニオールから小池、裏にオナイ、ワド、オナイ一つ持ち出してるシュート、ナイスキーパー、ボンパーパクイルギのセーブです。取ることはできますよね。はい、岩田から和田に出た。さあ中人数かけていく、マルコ・ジュニオールが流れていってそちらを使う。マルコス・ジュニオールから上げていく、ファーサイド、エウベル中へ折り返したデニング前で抜いて、バックイルグキャッチです。逆にエウマリの人はこれだけチャンス作って点が取れないというのはちょっと嫌な展開ですね。まあ、鳥栖はここまで18試合でたった8失点です。小池から面白いタイミング、ヘディング、ポストだ、オナイウのヘッド、ポスト。このサイドチェンジ、このね胸で落として、もう素早くですね小池がもう反応してるからね、うん、これだけボールが早く回るとボールホルダーになかなかプレッシャーがかけられないんですよね。はい、いわゆるファーストディフェンダーが定まらないんで他の選手のポジションが取れない。セカンドボール、オナイ打った、ナイスキーパー、パクイルギュー、岩田の落とし、そして松岡先頭へ、おっとマルコ・ジュニオール行った、いい前田が走っている、マルコ・ジュニオール行く、マルコ・ジュニオールシュートだ、ディフレクトしてゴール、先制横浜 F ・マリノスです。均衡を破れました。当たってコースが変わったことによって、さすがにパクイルギもこれに反応できなかったですね。天野らしいプレーですね。エーベルが行く、そしてマルコス・ジュニオールだ、マルコス・ジュニオール、そしてエーベル、中2枚、前で大勢、ナイスキーパー、早いですね、今の。やっぱりね、途中から出てきて強度落とさずにですね、はい、逆に強度をまた上げる感じですもんね。右沼からレオ・セアラ、ここはプレスを高野がかけていて、マイボール、レオ・セアラから和田だ、和田から終わって逆をついた、ゴール。ですとおそらくクロスだったのかもしれませんけれども、逆をついた格好になりました。ゴールインです。大きな追加点です、横浜 F マリノス。和田が決めました。まさにその通りですね、クロスを入れたんだと思いますね。はい、どちらかというとプレーを先読みしてポジションを取る選手なんでね。はい、そしてここで長い笛が吹かれました。中断を挟んで、これで F マリノスは J1 は3連勝となりました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。